それではただいまより第14回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催いたします。冒頭知事より発言をお願いします。皆さんお疲れ様です。そして友野先生と砂川先生、すいません、ありがとうございます。今回5月6日までの緊急事態宣言が、国において、この全国の状況を見たときに伸びるという方針が示されました。一方で、その中で昨日国の専門家会議の皆さんが一定の方針を示されました。感染が厳しいエリアと、そうでない収束に向かっているエリアと、2つあると。で、大阪は感染が厳しいエリアの方に属するのかなというふうに思いますが、じゃあその中で、今まで、取ってきた、府民の皆さんにお願いしてきた、外出の自粛であったり、休業のお願いであったり、さまざま策を取っているわけですけれども、これを今後どのようにしていくのか、その方向性というのをあらかじめ早い段階でやはり示す必要があるだろうというふうに思います。というのも5月6日まで、これは5月6日までゴールデン口はお願いするというのは引き続きお願いをしながら、じゃあ5月7日以降どうするのということを考えたときに、やはり皆さん、特に事業者の皆さんはさまざまな準備等もあります。そういう点も考えるとですね、やはり直前に判断するというのは準備もできなくなりますから、大阪府としての方向性、これは緊急事態宣言が延長され、感染が厳しいエリアということを前提にした上での、このあたりはちょっと友野先生のご意見をお伺いしますが、それを前提にした上での大阪府の今後の対応方針等々を決めてまいりたいと思います。そのあたりを本日議論したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議事に入ります。大阪の感染拡大の状況等についてということで、資料1-1から1-3までを続けてご説明いただいた後に、ご意見ご発言をいただきたいと思います。それでは資料1-1につきまして、健康医療部長から説明をお願いします。大阪の感染状況ということで、1ページをおめくりください。陽性者数の推移でございます。左側下のグラフをご覧ください。5月1日時点で累計1639人の方が感染が確定されました。そのグラフの下にいわゆる倍加時間ということで、累計感染者数が倍になる期間に期間どのぐらいかかっているかというのを記載させていただいております。3月の中旬では100人から200人になるのに15日かかっていたところが、下旬以降1週間で倍になる速度となったところです。また右側のグラフですが、1週間ごとの累積の新規陽性者数を記載しております。このうちですね、3月の初旬化にかけまして、まず前週 2.26 倍になったと一旦減少に転じまして、3月の末から4月の頭にかけては前週比較3倍になり、その後2倍になったという状況です。その後減少に転じております。リンク不明の感染者も含めて減少に転じておりますが、3倍2倍という増加スピードに比べて減少スピードが緩やかで、感染拡大の増加曲線に乗った3月末時点までは、の減少には至っていません。2ページをご覧ください。リンク確認有無別、判明日別のグラフでございます。4月6日にリンクが確認できる感染者累計をリンク不明の感染者累計が上回りました。その差は縮小しておりますが、現時点でもリンク不明の累計の方が多い状況にあります。またこのグラフでも感染拡大の速度に比べて感染者数が減少する速度は緩やかになっています。3ページをご覧ください。
感染者の確定にあたっては潜伏期間と検査期間等がございますので、2週間程度の、タイムラグが生じます。発症日別のグラフが3ページでございます。発症日別にグラフにいたしますと、4月3日をピークに減少をしているということでございます。また陽性者に占めるリンク不明率も減少しておりますが、感染拡大 のカーブに乗り出した3月の中旬以降ですね、陽性者に占めるリンク不明率が、高い水準にあったということが見て取れます。また、この間大阪府独自に3月20日3月27日に往来自粛あるいは外出自粛要請を行ってまいりましたが、それらの取り組みが2週間後 の発生日別の陽性者に一定の効果があったのではないかということも見て取れます。また4月7日の緊急事態宣言以降、陽性者の数は減っているところです。4ページをご覧ください。感染拡大の状況を把握する指標の一つといたしまして、陽性を確定する検査件数分の陽性者の割合、陽性率を日々チェックをしております。この陽性率につきましては4月9日に 27% となって以降減少傾向にありますが、感染拡大が拡大水準、ペースになりました中旬レベルの 5% 台と現時点でもなっているところです。続きまして5ページをご覧ください。これまで1639名の方の陽性者の傾向を分析したものでございます。一番左 の円グラフですが、陽性者の年齢区分です。20代、30代の方につきましても、約4割の方がいらっしゃるところです。その一方で重症者の方の年齢区分は、60代、70代、80代の方が 80% 近くを占めるということになっております。一番右のグラフは年代ごとの症状区分でございます。20代、30代より年齢が低い方につきましてはすで、に退院解除されている、あるいは軽症の方が多いということが見て取れます。一方70代以降 の方に重症の方が多い、あるいは残念ながらお亡くなりになった方の比率が高いということが見て取れます。その下にあります累計陽性者の症状別内訳ですが、累計陽性者数1639のうち重症化率ですが、大阪府内におきましてはこれは 6.7% でございます。いわゆる人工呼吸器を装着されている方を重症の方と定義をしておりますが、これが 6.7% ということで、武漢モデルの 5% よりも若干高い水準にあります。また、これまで死亡された方の率は 2.6% となっております。一方で、6ページでございます。20歳未満の方の感染状況について、現在の陽性者の状況を分析をいたしました。20歳未満の年齢区分につきましては、左側の円グラフのとおりでございます。このうち18歳から19歳 の方につきましては、必ずしも学生の方ではないということになっております。この感染経路でございますが、20歳未満の方の感染経路は同居家族または別居の、祖父母等を含めました親族からの、感染経路というのが全体の7割を占めているところでございます。以上が、資料1の1、大阪のこれまでの感染状況です。続きまして資料1の2と1の3につきまして危機管理官から説明をお願いします。はい。外出自粛要請の効果について検証した資料でございます。資料1の2の方をご覧いただきたいと思います。資料1の2は梅田ナンバー主要ターミナル の人出の状況でございます。上が梅田でございますけども、表の外に書いておりますとおり、平日で感染拡大前との比較で7割程度の減少、土日は8割から9割程度の減少となってございます。次に難波でございますけれども、平日で感染拡大前で6割程度の減少、土日は70% 台の減少というふうになってございます。次に、資料1の3で、
府民3000名の方に行動変容についてインターネットによりまして、アンケート調査を実施しております。その概要についてご説明を申し上げます。下の要約欄のところをご覧いただきたいんですけれども、まず一番目でございますけれども、避けるべき3つの密についてほぼ9割の府民の方が理解をされ意識した行動をとっておられると。それから2番目でございますけれども、コロナウイルスの拡大に伴いまして出勤日数が3割程度、それから習い事、趣味、娯楽、それから家族や友人との面会とか外食、こういった行動が7割程度減少しているというようなアンケート結果になってございます。で、この習い事とか家族との面会、それぞれの詳細につきましては資料の右側の記載のとおりでございます。説明は以上でございます。それではここで、大阪府新型コロナウイルス対策本部専門家会議の、友野座長、砂川先生から、それぞれご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。国立感染症研究所感染症疫学センターの砂川です。大阪府下で発生している集団感染の対応の支援ということで、たびたび大阪の方に来させていただいております。大阪の感染状況全体の部分についてのコメントを先にした方が良いというふうなことで申し上げます。大阪府下では当初ライブハウスでの感染の事例があり、それは非常に広範な検査の実施によりまして目に見えないクラスターを見えることに成功しまして、他の都道府県におけるクラスターの検出にもつながるというふうなことで非常に大きな成果を上げたというふうに思っております。その状況につきましては一旦3月の上旬には収束をしたわけですけれども、その後海外のいろんな国のですね、閉鎖という状況の中でたくさんの帰国者が日本国内に帰ってくるというような状況の中で、日本全国、これは大阪も同じでありますが、感染者の陽性者の増加というふうな状況に至っている状況であります。で、そのような形で巻かれたウイルスがですね、徐々にいろんな形で広がってきたということで、最初はいわゆる接待を伴う飲食業の、クラスターなどで見つかるというふうな状況がありましたが、その間に非常事態宣言などの状況もあり、今度は院内感染が増えるという状況もあり、現在に至っているという状況があります。で、この大阪府下におけるいろいろな対策ですけれども、3月20日の大阪兵庫往来自粛要請であったり、その1週間後のですね、外出自粛要請などがありましたが、その、大阪全体でのその発症のピークというのが4月3日だったわけですけれども、この、その3月のですね、後半のいろいろなその対策がかなり功を奏してた形で出てきているのが、この大阪のこの発症別の状況の推移かなというふうに見ております。国全体の非常事態宣言というふうなところも、それに後押しをするような形で、徐々に全体として減ってきているというようなところですが、いわゆるその増加のスピードに比べますと、その減少のスピードというふうなところはやや緩やかな状況があるというところでありまして、まだまだ予断を許さない状況が続いているというふうなことだろうと思います。で、特に重要な指標として考えておりますところの、例えば新規陽性者数に占めるリンク不明例の割合であるとかですね、それから、特に検査、これ検査をどんどん増やしていこうという動きの中にありますが、その検査の中に占める陽性の割合というのは、これは一定なところで推移をしていきますので、このような指標を見ながらですね、今後この状況の推移をよく分析していく必要があるというふうなところで、私どもも情報提供していきたいというふうに思っております。今現在、行動自粛、行動変容の方がかなり効果を奏しまして、多く見られているですね、
その患者さんの発生の場所というのが、例えば家庭内であったりとかですね、そういったところになってきておりますので、そういったところに特化したですね、対策などを、行っていくというようなあたりが、必要であろうというふうに感じているというところであります。で、そういったところで、この今、大阪という地域が、その感染のリスクという点においてはですね、減少してはいるんだけれども、人口も多いですし、人の密度というのも高い地域が多いですので、そういった点では、まだまだこのリスクが高い地域であるというふうな状況がありますので、私はこの対策についてはですね、継続的に強化していくというような状況が、まだ必要な状況にあるのではないかというふうに見ております。私の方からは以上であります。大阪大学の感染制御部の友野と申します。よろしくお願いいたします。まずはその今のトレンドを見ますと、一つの山を越えてきたようにも考えられております。ただこれは皆さんもお考えのように、一つの山を越しただけで、次の山もまた来るであろうというふうな想定をする必要がございます。特にこの冬などにインフルエンザと一緒にまたこれが来ると医療現場非常に混乱いたします。発熱患者がインフルエンザなのかコロナなのかということで検査をどのようにするか、あるいは本当にどこで診療するか、もうそれは府民の皆さんも病院にアクセスするのが非常に難しくなるというようなことも起こり得ますので、そういう意味で言うと、もう次のストラテジー、次の戦略を考えながらこの波をいくつか越えていくというこういう考え方で立ち向かう必要があるのではないかというふうに思っております。で、私たちの現場の感覚といたしましては、今回の波が来まして3月の末ぐらいは非常に逼迫しておりました。重症患者さんが阪大病院でございますので、重症患者さんを引き受けさせていただいておりますけれども、重症患者さんの問い合わせがかなり、頻回にあったりしておりました。ただこの全体の流れの中で少し患者さんが減ってきますと、そういうこともあまりこう逼迫した状態ではなく、日常の診療として重症患者さんに当たることができており、現在のところ阪大病院では亡くなられた方はいらっしゃらないというふうに、非常にそういう意味では、皆さんの、医療がしっかりとできたかなというふうに考えております。それと今後のことでございますけれども、やはりベッド数の問題ございます。病床数ですね、特に重症の病床数を十分に確保して重症化する方を救命するということが第一の目的になるかと思います。特にご高齢の方の死亡率が高いということが先ほどのデータからもありますので、そういう方にいち早く十分な医療を提供することが必要で、そのためには諸外国のような戦場のような状況にならないように、十分な人材と機械とベッドですね、これを準備しておくことが必要かと思います。そうは申しましても、先ほど申しましたように山がいくつか来る山の谷間というのはございます。その時も臨戦態勢でということにはなかなか緊張が解けませんので、少しその波に合わせて医療体制を可変的に動かしていくということも一つのこれ今後の取り組みとしては必要かと思います。常に、満杯の十分なベッドを確保するということになると、他の診療他の医療というものが阻害されてしまう可能性もございます。府民の皆さんの健康のためには、その時々に応じた可変的な運用というものも今後は必要になってくる。およそ2年ぐらいの間、ワクチンができたり、あるいは集団免疫が確立されたりするまでの間は、常にこのコロナの流行というものを視野に置いた医療体制というものが必要でございますので、大阪府としてもそこのご支援をしていくことが必要かというふうに考えております。それから検査のことでございますけれども、 PCR についてはよくもっと増やした方がいいだろう、あるいはそこまで増やさなくてもいいだろうというふうなお考えいろいろございますけれども、やはり府民の方が安心していた
ただけるように PCR の件数はある程度増やしていく必要があると思います。そのために今立足段階になっているのがキットの問題、キットというか試薬の問題がございまして、これほとんどが輸入によって頼ってたということで、世界的にこれが足らなくなってきているということがございます。ただ国産のものも少しずつ開発されてきておりますので、これに応じてPCR の件数を増やしていくというようなことも今後は府としてもお取り組みいただければと思いますし、そこには医師会等の先生方のご協力等を仰ぎながら、あるいは検査室の確保ということも視野に入れながら、この PCR を増やしていくということも一つのストラテジーとしてお考えいただければと思います。でもう一つはやっぱり院内感染の問題ございます。ここはもう非常に重要な問題で、感染対策っていうか、そのこの陽性患者さんが来ると分かっているときにはしっかりとした対策ができるんですけども、市中に感染者が増えてくると全く違う病気で入ってくるということがあるわけでございまして、そこが一番危ないというかリスクのあるところで、感染しているものとして感染していらっしゃるということを前提として院内感染対策をしっかりやっていくということが今後は求められる。ただだんだんにこの患者さんの数が少なくなるとその頻度も少なくなりますが、この今起こっている院内感染はおそらく3週間4週間前から入っていて、それが広がって気づいたということでございますので、一番感染者の多かった時期に入院された方の中にいらっしゃっただろうということになりますので、やはり一番は市中における感染者の数を減らすということ、それによって院内感染も防げるということ、ただしやっぱり院内感染は常に起こりうるもんだとして、対応する。そこに何が足らないかというと、個人防御具がガウンとかマスクとかいろんなものが足らないということになりますので、そのあたりもぜひ、大阪府としても各病院に、そういうものが使える状況を作っていただくということも今後の目標というかこととしてお考えいただければというふうに考えております。いずれにしましても、これからの長い視野でのこの山を越えたから OK というわけじゃなくって、何度も来る波をどう乗り越えていくかということを常にその時々に対応できるという 体制を構築していくということが今求められているというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。それではここまでにつきましてご発言をお願いします。知事お願いします。砂川先生にご質問というか確認なんですけど、昨日の専門者会議で一定の方向性が示されました。で、感染が厳しいエリアと、そうでないエリアがこれは日本の中にあるだろうと。で、感染が厳しいエリアについては今取っている、厳格な措置っていうのをできるだけ継続するようにっていうのが昨日の専門者会議の意見だったと思うんですけども、大阪はこの感染が厳しいエリアに入るという理解でいいんですかね。はい、感染陽性者数は減少してきておりますが、まだ一定程度あるということと、それからもともとの人口の多さ、人口の密度を考えると、感染は厳しいエリアであるという認識で良いと思います。この緊急事態宣言、4月7日から5月6日まで、この間はものすごく府民の皆さんも、事業者の皆さんも、全員でこう協力しながら抑え込みとやってきて、そして、ある意味大きな効果を得たという理解でいいんですかね、その感染症的な立場から見ても。この発症のですね、新たな発症者数の推移をそれぞれ、それこそ大阪府として出されたいろいろなその、施策であったりとか、それから国の緊急事態宣言などのタイミング等々と合わせて考えてもですね、これは大きな効果を上げているのは確かだと思います。大きな効果を上げているのは確かですが、その減少のスピードというのは、それほど速くはない、そういった状況があるというふうなことがありますので、
まあ、この厳しい状況ではが継続することにはなりますけれども、この状況をちょっと緩めるのは、リスクが大きいかなというふうに感じています。先ほど先生もおっしゃってた、まあ、緊急事態宣言、このウイルスというのは感染してから潜伏期間が長いので隔離するまで約2週間ぐらいあると。なので、まあ、減少傾向に生じているのが4月の、3日4日、まあ、これをピークに下がってきているので、まあ、ある意味この3月20日の大阪兵庫の往来自粛の効果も含めて、まあ、出ているという、そういうことなんですよね。まあ、この4月3日の、まあ発症日ピークとして下がっているというふうな状況がありますので、まあ、それを合わせて考えますと、やはりこの3月20日、3月27日、このあたりの一つの、まあ、くさびのようにですね、効果的にこれが効いているなというふうな印象を持っています。まあ、それで一定の効果がこう出てきて、まあ、当初よりはだからオーバーシュートは避けられているような状況にはなっているけども、今のこの取っている措置、まあ、協力をお願いしている内容、これはやはり継続しないと危険だよと、まあ、そういう理解なんですかね。はい、そうですね、だんだんその4月も後半になって、後半というか、まあ中旬以降ぐらいになってきますとですね、先ほどもご指摘がありましたように、院内感染の事例がこうぐんぐん増えてくるような状況がありますので、まあ、院内感染の数として、この中にまあ、陽性者の中に占める割合というのも一定程度あるんだろうとは思うんですが、まあ、それを含めてみてもですね、やはりこうすごくこうなんていうのか急速に下がっているというふうな状況ではないんじゃないかなというふうなところが見て取れますので、まあ、他の都道府県とも、まあ、大阪も囲まれているというふうな状況もありますので、まあ、それらともある程度こう、ハーモナイズされたようなですね、対応として、まあ、考えていく必要があるだろうというふうに感じます。これを仮に今府民の皆さんにお願いしているのを続けると、いろんな自粛あるいは厳しい休業のお願いなんかを続けるとして、じゃあ府民事業者の立場からするとこれって一体どうなればその出口が見えてくるんですかっていうのはやっぱり気になるところだと思いますし、でこれは最後はこの本部会議で大阪府の方針として決めるので、まあ、ここは先生の意見ということでお伺いしたいんですけど、やっぱそれがないとですね、まあ、減ってきても1ヶ月もうすぐ死に物狂いで頑張って、で実際にもう倒産したり、あるいはその職を失う人も中には僕はいてる、それぐらいこう痛みも伴いながらこの1ヶ月やってきた、でそれで実際ある程度効果も出てきてる、でさらにこれ延長ということだ、じゃあどうなったらこれは一挙に解除って難しいと思いますけども、こうウイルスにとこう怯えながらもですね、適切な措置を取りながらも徐々に、まあ、日常社会活動を取り戻していくっていう視点もこれは大事だと、まあ、僕は思うんですけど、その時にこうどういう指標というかどういうものを基準にしたらいいと思われるんですかね。僕はもう自分で思ってるのはやはり結局医療崩壊を防がなきゃいけないので、医療のキャパシティが大阪にどれだけあって、そしてどのぐらい現実に、まあ、患者さんがそこに入ってて、どういうふうに一定の基準がそれが近づいてきて超えたらオーバーフローしますから、その一定の範囲内に収まってるんであれば、その範囲っていうのは基準をなんか作ってですね、収まってるんであれば徐々に感染症対策を取りながらね、今はとにかく家にいてくださいというような ほとんど全員出ないでくださいというような状況で、店は全部閉めてくださいというような状況ですけど、まあ、その中でもリスクの高いところ、そうじゃないところもあると思いますし、徐々にの解除ということにつなげていかないと、ずっとやっぱりこれはやるわけには社会としてもやっぱりいかないところもあると思うので、そのあたりの
まあ、僕はそう考えているんですけど、その専門家の立場から見たらどういう、まあ、出口戦略というか、どういう考え方があるのかなというのをちょっとお聞きしたいんですけどね。今減少傾向にありますので、まあ、これが緩やかだというふうな状況ではありますが、まあ、このまま一定程度推移していくというようなところを期待しているわけですが、もしこれが途中でですね、何らかの要因があって上昇に転じるようなことがあればですね、これはもはやもう一回これを引き締め直す必要があるわけですが、まあ、これが減少していくという過程のもとで考えた際の印象としてちょっとお伝えをさせていただきますと、まず第一にですね、一つはウイルスがその完全にこのいわゆる除去された社会というものがですね、この例えばこれをさらに延長した上であってもですね、すぐにこれを期待するっていうのはかなり無理があると思うんです。なのでウイルスが存在している状況の中でいかにこの社会活動を再開していくかというふうなところに、考えよくそれに知恵を出していく必要があるだろうというふうに思うんです。なのでそういった意味で今回のもしこれが延長していくような状況が合意されるとしたらですね、その中で、その以降のですね、期間についてどのような形でいわゆるその社会的な活動を段階的にその解除していくかというふうなあたりを、それを確実な形で行っていく、そして賢明な形で行っていく方法についてですね、よく準備していく期間のになっていくだろうというふうに考えます。で特にその感染症というふうなところで考えると、その一つ の指標のあり方というふうなことが大事になるというふうなことで、おそらくはそれに、資する情報としては、この中でもいくつか情報が出ておりますけれども、例えば報告される陽性者数に占めるそのリンク不明例の割合であったりとか、あとそれこそ検査の数というのはどんどん増やしていこうという方向性にもあって、これは変動していくわけですので、そこの中にあるその陽性の割合の陽性者数の割合の情報とかですね、それからもちろん日々の発症の者数の推移とかですね、いろんな情報をこう見て、総合的にその中で今ちょっとリスクが上昇しているとかですね、こういったあたりをよくこう判断してその対応を行っていくというふうなあたりが必要じゃないかなというふうに考えます。先ほど申しましたように、そういうメルクマールを見ながらアラートを早期に察知して自粛、先ほど申しましたように波はいくつか来るだろうと思います。その波をうまく乗り越えるためには早期にそのメルクマールを察知して、これはもう明確にすべきだと思います。メルクマールは何なんだということは明確に示すべきであって、総合的な判断とかそういうことを言いますとなかなか難しくなるんで、こういうポイントを押さえて、ここが、ちょっと上昇傾向になったら、ちょっと自粛をもう少し強めようとか、これは緊急事態宣言前に大阪府の自粛、あるいは県をまたいでの移動を自粛して、それだけでもかなり数が減ってきたということがございますので、そういう手を打ちながらやっていくことが必要だということが一つでございます。ただその間にやはりベッドの問題あります。今回はなんとかこの医療、大阪府の医療体制の中で患者さんを診療治療することができております。それでも残念ながらお亡くなりになった方も 2% 以上いらっしゃるという状況でございますが、なんとかもうベッドが溢れるようなことはなかったということで、ただ、これが指数関数的ないわゆるオーバーシュート的な動きになってくると、とてもこの今のベッドでは足りませんし、いくら用意しても多分足らなくなると思います。だからその前に、できるだけブレーキを早く踏んで府民の皆さんに少し自粛を要請していただくということが医療側としては希望でございます。でそのようにして、うまくコントロールしていただくということが一つと、だからベッドを今の数では足りるとは思いませんけども、もう少し増やしていく、先ほど申しましたようにベッドの数については少しその他の医療の問題ございますので、可変的に動かせるようなベッドを各医療機関でそれぞれに、用意していただいて、マキシマムにしてください、半分にしてくださいというふうな、そういうのを
感染の状況に応じて変えていく、これ何回も何回も乗り越えていくという覚悟のもとでやっていくことということになります。もう一つは府民の皆さんに安心していただくためには、やはり検査ができるという体制を作っていただく、こういうベッドの問題、検査の問題、こういうものを踏まえた上で、何らかのメルクマールを作りながら、使いながら、生活の、緩急をつけた、府民の皆さんの生活をやっていただければ、医療側としてもそれに応じて対応できるような体制を作っていくべきかというふうに考えております。何度も申しますけれども、何回も来る波をどうやって乗り越えていくかという、長期的な展望の方が大事で、今乗り越えたということは、それは乗り越えられるかもしれないということはもちろん目の前のことでございますけれども、これが1回では終わらないという考え方をしていただいて、長期的に来年のこと、再来年のことぐらいまで考えて、対策、戦略を練っていただければというふうに考えております。友野先生がおっしゃる、例えばメルクマールっていうのは、どういうものが何か分かりやすい指標があれば教えていただきたいなと思うんですけど、概念としてはそういった上がり曲線の兆候が見られたときには、できるだけ早く抑えることによって社会に対するお願い事項も少なくて済むというか、早めにその山を潰すことができる、という、観点だと思うんですよね。それだと考えれば、普通に考えると陽性率とか、そういう陽性率のトレンドかなと思いますし、僕が考えているいわゆる医療崩壊を起こさないという、結論的には同じことなんですけど、ベッドの数だけを見るとそれはその時点での数字になるので、ぐーっと完全に指数感染的に伸びてしまうと、結局はどんだけあっても足りないということになりますから、そういう意味では陽性者率をで一つ上がり曲線っていうのを見ながら、もう一つはその大阪府の医療のキャパシティ、重症と中等症のベッドがどのぐらいあって、どのぐらいに水準、危険水準に差し掛かっているのかと、そのあたりを指標化して判断するというのが、今考えられる、賢明な措置というか、対応になるんですかね、そのあたりどうですかね。ベッドというのは重症の場合は長期に入院されることが多いもんですから、積み重なっていくんですね、数というのは。ですからやっぱりそこにスピード、速度というのが必要で、数がどのくらいオキパイされたか、占有されたかということプラス、どのくらいのスピードで占有されていくかという、このスピードの解析というのが必要でございますので、単に 50% だ 60% だというだけではちょっと判断にはならないというところがございます。そのスピードを把握する今我々が持ちうる指標というのは、何が一番それに合致することになるんですかね。スピードを把握する指標としては陽性者率ですか、砂川先生のおっしゃる。さっき申し上げた陽性者率、それからリンク不明の割合というのは毎日これは情報として出てくるものですので、毎日評価することはできます。だとデコボコが出ますので、いわゆる疫学解析するときは移動平均というのを使います。何かというと1週間分をまとめて平均して、それを1日ずつ足していくという方法で、なだらかにしていくという方法がありますので、土曜日急に少なくなって、ああよかったという話をすると、ちょっとこれは正しい評価にはならないので、そういうちょっとしたテクニックを使いながら疫学の方で解析していくということになります。そしたらその7日単位で見て移動平均をして、いわゆるこの曲線じゃなくて、こう平均的な数値でどういうトレンドになっているのかっていうのを、陽性者率と、あとそのリンク不明の人がどのぐらい増えているのかっていうのを、何かこう指標化するのをちょっとアドバイスいただけるとかっていうのはできますかね。はい、これはもう大阪の中でも情報としては日々分析されているものに含まれているだろうというふうに思います。あとはよく言われるのが実効再生産率なんですけども、あれは今回でも発表されたのが4月10日の数字で、後追いの数字だから、そういう参考にはなるとしても、リアルタイムで出てこないと、いわゆる我々が考えるその指標化にはならないと思うんですけど、このあたりはどうですかね。現実それがないんだったら、あくまで参考にしても
することあったとしても、現実のこの判断材料には僕はできるのかな、今の4月10日の出されてもそれは意味ないんじゃないのって思ったりするんですけど、そのあたりはどうなんですかね。ちょっと精緻な分析にもなりますので、そういった意味では、後ろ向きの情報 の収集とか分析という点では有用になりますが、若干やっぱりタイムラグが生じてしまうという点は否めないと思います。日本政府としてはこの実効再生産率、数でしたっけ、実効再生産数、どちら、実効再生産数について、こうなんかこう判断基準として見ていこうとか、大きなトレンドは分かると思うんですけど、なんかその危険を察知する信号として受け入れようっていうのは、なんかやってる方針なんですかね。諸外国によっては実効再生産数を毎日リアルタイムで出したり、それをまあ基準としてる、あるいはいろんな解除基準であったり危険信号の基準にしているところあると思うんですけど、日本政府はあまりそこはリアルタイムで出してやろうみたいなことにはなってないってことなんですかね。ちょっと日本政府のことを砂川先生に聞くのはあれなんですけど、厚労省の考え方中はその研究者チームの考え方中が、はい、私が代表して何か言うものでもないですが、基本的にそれが1に向かってるか、どんどん下がっていってるかっていうふうなあたりになってくるので、そのあたりも含めた大きなトレンドをですね、見る上では非常に重要な指標だと思います。日々これを見て政策決定に結びつけられるほど迅速性はないということです。そしたら大阪の指標としては、まずその重症、それから中等症の医療体制がどのぐらい整っているのか、そしてそれがどのぐらい埋まっているのかっていうのを、一定の幅を持つ数字を、数値基準っていうのを作りつつ、一方でそのトレンドをどういう上がり曲線になってきているんだろうかっていうのを把握する、これは特に陽性者率とリンク不明者数が中心になると思う。それを移動曲線で、把握を、トレンドを把握して何かこう危険信号数値を作ると。でその数値が低い水準にあれば、一定程度これは段階的にですけど徐々に解除していく。でそれが高まってくれば、またそれはその措置はその時その時であると思うんですけど、抑えに入ってくると、そういうその客観的な指標、出口戦略のようなものをちょっと作りたいと思いますので、ちょっとここは大阪府として作るとともに、専門家の先生方の意見も聞きながらね、どういうものができるかっていうのはちょっと考えてもらいたいんですけど。はい、その統計的な、医学的な処理方法を含めまして、いくつかの指標というものをアドバイスいただいて検討したいと思います。なんで一定の方向性はこれで、そういう意味で今日決めるので、で5月の3日には安倍総理が国としての方針と基本的対処方針も出されると思いますから、その翌日にまた本部会議を開こうと思うので、その時はこういう考え方でいきますっていうのをぜひまとめてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。そのスケジュール感で今かなりのデータを日々押さえておりますので、それをどういう形で指標として整理していくかという案をお出ししたいと思います。でもう一方はこの今いろいろ外出の自粛をお願いしているとか、かなり強い措置をお願いしているので、これは継続することになるとすれば、やはりその中小零細企業の皆さんの困っているところをさらに延長する以上サポートしていくというのも重要になってくると思います。なのでこれはもうこの間僕が一生懸命ずっと言い続けてきた中小企業の零細企業の家賃固定費がものすごく重たいという問題が、これはずっと今もありますし、もちろん給付金とか融資の制度が整ってきてますから、それを使いながらですけれども、さらに今回また延長をお願いするということになるので、これは休業要請かけてるお願いするところもそうじゃないところも非常に重たいので、その家賃の支援策を大阪府独自でこれは作っていこうと思います。
なので、この間、山口副知事中心にしながら、財務部長もちょっとここは緊急事態なんで、その事情もちょっと理解して、した上でですね、進めてもらいたいと思います。で、基本的な思想としては、やっぱりこれは大家さんがいて、オーナーさんがいて、棚子さんがいるという関係です。で、今、野党5党の共同法案が出ているのと、それから与党でも何かしようじゃないかというのが出ています。で、これは国に対するプッシュはこれからも僕自身もやり続けます。それはやってもらった方が絶対いいので、それはやりますが、大阪府独自でもやると、それは方針決定したいと思います。で、中身なんですけど、野党5党の共同法案出すときに、僕からも意見して、そのエッセンスを法案に入れたんですけど、何かっていうと、オーナーさんが、田中さんに家賃を、一定減額すると、で減額したときに、その減額した金額の大幅な部分を補助すると、こうすることによって、オーナーさんも一部は負担はしてもらいますけども、オーナーさんから田中さんに対する家賃減額の、インセンティブになるように、家賃を減額してもらう、そうすると、田中さんはそれに対して、払う家賃は当然大きく減るわけなので、そこの民間での、やり取りっていうのも尊重しながら、それをそこにインセンティブをつけて、家賃がこう減額されていくような。田中さんの負担も減り、オーナーさんもそれぞれが少しずつ負担するわけですけど、そういった家賃補助スキームを作ってもらいたいと思いますので、ちょっとここは山口副知事中心に進めてもらいたいと思います。この措置を延長する以上ですね、大阪府も5月6日までと、これ国と国が決めたから一生懸命やっていきましょうというのをやってきたわけですから、でそれに対して協力金の制度も作りましたけど、さらに延長をお願いするということになるんであれば、やっぱりこの経済を死なしてしまう、経済で人の命を失われることもあるので、そういった意味では、感染症をこれやりながらも、その経済の方を支えるというのも重要なポイントになってくるので、そういった意味では、その制度も大阪府独自でやるので、ちょっと制度設計をよろしくお願いしたいと思います。それから基準数値を、出口戦略を4日、発表というか、この本部会議で最終的な府の意思として決定して、でそれが果たしてどうなのかっていうのを5月の15日、ちょうど半分に差し掛かるわけですけど、その時点で一定 の折り返し点としての判断基準ポイントにしたいと思います。でその時点で定めた目標数値をこう下回っているような状況があるんであれば、これは一部段階的に厳しいいろんな休業要請等している部分について解除していくという方針を取りたいと思います。でそれ中身は何するのというのはちょっとこれから詰めていきますが、いずれにしても社会経済活動を徐々に戻していくというふうにそういうシフトをチェンジしていくことにもしたいと思いますので、なので15日を一つの判断基準にしたいと思います。何か意見あったら。それから学校については、今日の議題からは外そうと思います。でというのも昨日の国の専門者会議の意見でも出ましたが、感染が厳しいエリアにおいても学校については一部再開すべきじゃないかっていう、そういう中身だったと思います。きちんとした感染症対策を取りながら、ですのでここについては3日の国の大きな方針を示すときに、ちょっとどういう方針が出るか予測しづらいところもあるので、それを踏まえて4日に判断したいと思います。こういうことも想定してたので7と8についてはもう休校する、5日に4日に国の方針が出されますから、5日の大阪府の本部会議で、最終的な方針決定をしたいと思います。こういうことを想定して7と8はもうあらかじめ休校措置を取ってますので、
11日からをどうするかっていうのを5日に決めるという形で進めていきたいと思います。今回のこの感染状況の分析、この1ヶ月間とこれまでの分析を見ても、やはりこの年代別で見るとやっぱりこの20歳未満というのは 4% なんですね、感染率が。で20歳未満の人口構成は 17% ですから、どう見てもやっぱり、すいません、資料のですね、1の1の5ページの表の一番グラフですね、右端の部分で陽性者数の年齢別の病状というグラフがあって、で未就学児のところと就学児のところなんですが、ちょっとこのグラフの色がよくわからない。私が注目してますのは、よく言われてますように子どもは無症状で感染しているということがよく言われているんですが、このデータというのはこの中に判例の中には軽症、重症、調査中、無症状、退院解除、死亡とあるんですが、この中にはこの無症状というのは、例えば未就学児の、左側3つ目のやつは、これは無症状というデータと読み取っていいんでしょうか。これで言いますと、退院解除6の隣が無症状の欄になっています。なぜ無症状の方が多いかというと、親族内、家族内感染ですので、濃厚接触者として検査をいたしますので、とりわけ年少の方については、無症状の方の陽性者をの発見というのが多くなっています。ですので、子どもの場合、6ページも書いていただいてますように、富山で。そういうちょっと感染事例があったということも、あると思います。そうした中で子ども感染リスクとか、子ども自身が無症状で感染を広げているリスクということについては、前々回ぐらいですか、だいぶ議論にもなりましたが、結果としてエビデンスが取れていない状況にあるということであります。ただそうした中にあって、先ほど知事からもございましたように、政府の方針が今後出てくると、その前提となる専門家会議の中にも、やっぱり学校ということに着目した記述がございます。そうしたことも踏まえて、この後先生方にも、友野先生にもご相談させていただこうかなと思っていますが、学校のあり方についてしっかりと検討して、また知事ともよく相談をして決めていきたいと考えています。それでは議事を進めさせていただきます。次に資料2について、危機管理官から説明をお願いします。すみません、5月7日以降の大阪府の緊急事態措置の概要でございます。もうすでに知事の方からほとんどこの内容についてお話しあったということでございますけれども、改めて説明させていただきます。今の緊急事態措置の実施期間が5月6日までとなっておりますけれども、昨日の、国の専門家会議の見解、それからそれを受けての総理のご発言等を踏まえますと、5月7日からおおむね、1ヶ月程度、緊急事態措置の期間が、延長されるというような動きになってございます。そうなった場合の府の措置をどうするかという案でございます。基本的には、5月7日から緊急事態宣言の期間終了まで、今の緊急事態措置を基本的には継続していくという案でございます。で、今の措置の内容は、その下3つのポツがございますけれども、外出自粛の要請、これは特措法45条第1項に基づくもの、それからイベントの開催自粛の要請、これは24条9項に基づくもの、同じく施設の使用制限、これは店舗等の使用制限でございますけれども、これも24条9項に基づいて、引き続き、事業者の方々に使用制限について協力要請を求めていくという内容でございます。ただし、
期間のアスタリスクのところに書いておりますけれども、5月15日に、資料ではこれまでの医療提供体操の状況等を踏まえて書いておりますけれども、先ほどお話がありましたように、疫学的な数字、それからベッドの状況等 を踏まえて、緊急事態措置の内容について一部緩和を検討していくと、そういう方針をこの会議で決定していただきたいというふうに考えております。でまた緊急事態措置の内容につきましては、先ほど知事からお話がありましたように、4日に政府の最終的な内容が発表されますので、その内容を踏まえ学校等の取り扱いについて最終的に決定していきたいというふうに考えております。措置の詳しい内容につきましては今現在と同じでございますので、説明は省略をさせていただきます。説明以上です。それではここまでにつきましてご発言お願いします。よろしいでしょうか。それでは説明させていただきます。次に資料3につきまして健康医療部長から説明をお願いします。はい、先ほど知事の方から緊急事態措置の解除あるいは強める等の判断にあたっての指標の一つとして医療提供体制についての指標が必要だというお話がありました。本日はそのため の検討のための資料でございます。今病床の状況がどういう状況になれば逼迫するのかというシミュレーションを、資料3でさせていただいております。1ページをめくりください。7日間ごとの新規陽性者数がどうなるかというのを、現時点の4月24日から4月30日、これは4月30日までの210をスタートにさせていただいております。これが週あたり、クラスター対策班の試算では、全週 250% という試算が一つありました。でまた、大阪府のこれまでの全週 の増加では、197%、200% という週もありました。あるいは 132%、若干感染拡大が収まった週では、132% という週がありました。でそれぞれの試算で、前週あたりどうなるかといいますと、増加率 250% というのは、いわゆるオーバーシュートに近い状態になります。前週 132% 増ということになりますと、210、1週あたり210が、3週後に500ペースになるという増加曲線をたどることになります。これと病床との関係でございます。2ページをご覧ください。2ページは重症の病床との関係です。今、大阪府内で重症病床を188床確保しております。この188床の確保というのは、実は3次救命の救命センターにおける ICU が400床ですので、400中188をコロナのための重症病床として確保しているということですので、確保数としてはかなりギリギリの確保を行っているという状況です。で本日の時点で61名の方が重症としてこの重症病床に入られています。これが半分 50% 重症病床を使われた後、増加曲線それぞれ250、200、130の曲線をたどったときに、何週間ほどでこの病床を使い切ることになるかという試算がそのグラフでございます。50% に到達してから、万が一 250% の増加曲線をたどった場合、2週で病床はオーバーフローすると、200% の場合も2週間でほぼギリギリの状況になると。130% の時には、ほぼ3週ほどでギリギリの状況になるということで、非常に荒いスタートをどこに置くかによって変動いたしますが、病床使用率 50% になった時点、50% 程度前後になった時点で、その後増加曲線に乗ってしまうと、比較的短い期間で病床の逼迫、オーバーフローが生じるという試算です。3ページをご覧ください。これは軽症、中等症、現在、軽症のうちリスクのない方はすでにホテル療養をしていただいております。この軽症というのはリスクを抱えていらっしゃる基礎疾患を持つの方、あるいは高齢の方の軽症者
で中等症といいますのは、酸素吸入の手当が必要な方を中等症と定義をしております。この確保病床、本日の時点で886床を確保しております。これは各公立病院、私立病院を含めまして、1病棟すべて空けていただくという方法等によりまして、886床の確保をしております。本日時点で448床、単位での入院も含めて488床を使って使用しております。これを病床使用率 60% になるときというのは、530名程度の方が入院される時点ということですが、軽症中等症の方はかなり退院もされますので、増加曲線に乗っても、1週後には逆に病床が、とりわけ130程度の増加であれば、1週後には逆に病床使用率は減少するという状況になりますが、その後、130% の増加であっても4週後にはかなり逼迫すると、あるいは250% の増加であれば、中等症軽症についても2週後にはオーバーフローをするというシミュレーションでございます。4ページは現在の、病床使用率の表でございます。重症については32%、軽症中等症については43.9% の病床使用率の状況です。この警戒水域がどこかというのは非常に難しい議論でございます。現在50%、60% ということで試算いたしましたが、状況が増加曲線に乗っているタイミングの 50% と減少にある時点での 50% というのは非常に病床使用率の意味合いが全く異なりますので、ピンポイントで 50% というよりも幅を持った評価が必要になるのではないかと考えています。5ページをご覧いただいて、今後5日の本部会議でどういった指標を緊急措置を実施するにあたっての判断基準とするかについてですが、患者の増加、これは1週間あたり の1週間合計の陽性者、あるいはリンク不明の合計の数 の先ほど友野先生からもおっしゃっていただいた移動平均等を用いながらの増加率を見るということ、あるいは陽性率、検査件数に占める陽性率の推移を見るということ。とさらに合わせて、この病床使用率、どのぐらいの病床が逼迫しているかというあたり の指標を検討いたしまして、緊急事態措置の実施にあたっての判断基準を、次回 の本部会議に案を提示をさせていただきたいと考えています。以上でございます。それでは友野座長、砂川先生、もしご意見ありましたら、できればと思いますが。今、ご説明あったこのとんでもなくすごく跳ね上がっているその 250% というのが、これが現実のものかということになりますと、これは現実のもので、諸外国ではこういうことが起こっているということであります。諸外国ではこれはオーバーシュートという形で起こっていて、実際に、あっという間に2倍3倍、2日から3日で2倍になるというスピードが起こっておりまして、それはだから こういうことは起こらないだろうという想定というのはなくて、日本も諸外国と同じように起こっていけばこれはあり得ることだということ、そうすると病床いくら確保してももうニューヨークなんか見ていただくと、あるいはイタリアもそうですけども、ずらっと並べてもうそれで人工呼吸器に皆さん、でその人工呼吸器も配管というのがありまして、一つの配管も2人で受けてということが起こりうると。幸いなことに日本はこういうことをそのトレンドとして上がるだろうと、4月の初めぐらいというのはこの実は指数関数的といわれる上昇曲線に乗ってしまってたんです。で、これは危ないというふうなことが起こってたことは事実なんですね。でそれが少しずつ皆さんのご協力努力で、スピードを落とし、むしろ減少傾向にまで落ちてきたというのはすごくすごいことだということを実は皆さんもお考えいただければと思います。多分ほっといたらこのオーバーシュートの波に乗ってしまっただろうと、そこで緊急事態宣言少し遅かったかもしれませんけどもやっていただいて、なんとか今この山を乗り越えようとしているというところで、世界と比べて日本の状況というのはまだ少し
良かったかなというぐらいで、全くこれ夢物語でも何でもなく世界で起こっていることそのものがここにあるようなことで、あっという間に1週間で病床全部もう埋まってしまうということが起こりうるということを想定して、また少しそういうことも起こり、最悪の事態というかそういうことが起こりうるということを想定して、計画を立てていただければと思います。それではここまでの説明につきまして ご発言お願いします。そうしますと病床使用率もこれ当然重要だけども、その陽性者率というかその上がり方のトレンドも同じように重要 でこれは病床使用率と上がり方の率っていうのは掛け合わせて考えた方がいいのか別々に考えた方がいいのかっていう基本そのあたりはどうなんですかね。なんかあります？僕言ってる意味わかりますかね。そのあたりは実際ちょっと分析をしてみないとわからないかとは思うんですが、元の出どころが全く違うものではありますので、何らかの指標になる可能性はありますが、今すぐにそれが、一つの指標になるというふうにちょっと単純化できるのかちょっと答えかねます。知事おっしゃっていただいたように、かけは別々のものでは、陽性者がたくさん発生するので病床が埋まっていくという関連するものではあると思うんです。だから単体で病床利用率使用率を単体でそのシグナルとして使用するのは難しいかなと思っています。この病床使用率、先ほど申し上げましたどのタイミングで 50% となっているのか、減少のトレンドの中で 50% となっているのか、患者数が増える中で 50% となっているのかで全然全く意味合いが違いますので、あくまで感染者の増加指標、累積感染者数、陽性者率、陽性率と掛け合わせるというか3つを並べて判断することが大事だと思います。もうこのオーバーシュートしたら圧倒的に患者数なんです。もう圧倒的に患者数がどん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 増えていくんで、もうそれに対応するのがやっとっていうことになりますので、このオーバーシュートの段階では3つの指標というよりはもう患者数が指数関数的に増えていく、例えば1週間前の2倍、3倍になって、これ実際に大阪 でも起こりました、4月の初めぐらいに。その時はもう本当にヒヤヒヤしてました。これそのまま指数関数に乗ってしまえば、世界と同じ、状況になっていくだろうなと。だから少し余裕があるときは、そういうベッドの占有率とか、そういうものも含めて、で特に下がっているときというのは、下がってきているときに上がり始めというのはまだ、余裕がありますので、そういういろんな指標を出しますけども、もう上がり始めてしまえばもういろんな指標を言う前に、ですからターニングポイントがどこかというところを見るための指標はいくつかのものを見ますけども、もうこのオーバーシュートの段階になればあっという間に患者さんが増えてしまいますので、もう何もそれはもうそういうレベルの話ではなくなるということです。知事が今ご指摘になっているところは上昇のポイントということであればいくつかの指標を複合的に判断するということになるかと思います。そしたらその上昇ポイントの把握と、多分これは陽性者率とリンク不明の感染者等だと、上昇のポイントの把握とそのベッドのいわゆるキャパシティのところ、そのあたり そこで一つの中が基準を作る指標基準を作るというような考え方で一回整理してもらえますかね。掛け合わせる場合もあれば掛け合わせない場合もあるかもしれませんが、ちょっと一回整理してもらって、はい、お願いします。資料4につきましては参考の配布となりますので、後ほどご覧いただければと思います。それでは本日の予定の議題は以上でございます。全体を通じてご発言ございましたらよろしくお願いします。
今日は友野座長、それから砂川先生もお時間いただきましてありがとうございます。緊急事態宣言が延長されたということで、大阪も厳しいエリアだということです。なので、府民の皆さん、事業者の皆さんに、これ一定感染拡大防止でお願いをしていきますが、ただお願いをする以上、大阪府としても取り得る策、家賃の支援策はしっかり取っていくということに合わせて、基準とした出口戦略っていうのを定めていきたいと思います。じゃないと府民の皆さんも何を目標にしてどうなってるのということがやっぱりわからないと思うので、そこが共有できるものにぜひしていきたいと思います。じゃないと、じゃあこの感染症ゼロにはもうならないので、ゼロを目指し続けると今度は経済が完全に死んでしまいますから、そういう意味で、じゃあいつになったらこれはずっと緊急事態宣言が続くんですかと、そういう不安も、別の意味での不安もあると思います。実際、倒産失業者が今増えているという情報も僕のが入ってきています。なので、この感染のオーバーシュート、爆発拡大を抑えながらも、徐々に感染対策を取って行動変容を起こして、それに対応できる社会にしていくということをぜひ目指したいと思いますし、その時にやっぱり何か客観的な指標というのに基づかないと判断が恣意的になってしまいますし、ややもすればとにかくもうずっといつ全て自粛という方がある意味簡単な方法なので、でもそれでいったら裏側で経済で命を落とす方もいらっしゃいますから、非常に難しい舵取りでありますが、そういった客観的な出口戦略の数値をぜひしっかり作って判断していきたいと思うので、それを大阪府の方針としたいと思います。それを5月の4日か4日が政府やね、4日が政府が、やっぱり5日の本部会議で最終決定したいと、その時に学校も合わせて判断したいと思いますので、よろしくお願いします。それではこれをもちまして会議を終了させていただきます。ありがとうございました。